ございます。よく寝たし、今サウナ行って帰ってきました。ホテル生活最高なんですけど、朝食とかもついてるからさ、なんかこう自然と早起きになるじゃん。だからすごい健全だよね。お風呂も広いし、今日めっちゃいい天気、最高ですね。ずっとゴロゴロしたくなっちゃうけど、準備しないと。景色めっちゃ綺麗だよ、見たいですか？いやここはどこでしょうか。こんな感じ。はい、ここはでもね、東京なんですけど、今年まだ一回も旅行行けてなくて、東京の中は旅行とは言えないから、まあ旅行みたいなもんなんですけど、一時期すっごい旅行行ってた時は週に2回かな。だから東京にいるのが2日とか3日とかの日々を毎日過ごしてたんですけど、今年まだ一回も行ってないの、旅行。やばいでしょ。旅行行きたいなって思い始めたんで、今月ぐらいから行きたいなって思ってるところでございます。私の気分はもう夏なんですけど、暖かくなってくるとこうさ、いろんなとこ行きたくなるじゃん、出かけたくなるじゃん。本当にね、東京だけじゃもったいない。東京にずっといるのもいいんだけど、もっといろんな自然に触れてね、いろんな故郷に触れてね、いろんな街に行ってね、楽しみたいなって思います。でもさ、旅行とか行きすぎるとさ、太るからさ、そこだけ気をつけないといけないよね。ホテルの中にサウナとかがあれば、前日ご飯食べて飲んで、次の日サウナみたいな感じで、まあまあ都合いいんじゃないかなっていう感じですね。東京で十分だけどね。まあ何はともあれ、準備しますか。よいよ。朝食美味しかったな。よし、準備完了。ホテル出たいと思います。まだすっぴん。
か。